はい、おはようございます。今日は金曜、ね、生ゴミの日ということで、またゴミ出しね、これからやります。はい、みおちゃん、みおちゃんね、珍しく、まあこんだけ大きくなってきたらもうみおちゃんも大丈夫だろうと思いまって、まだね、やっぱり昨日ね、見てもらったね、みおちゃんのね、伝染性腹膜炎ね、やっぱり気ぃつけなダメなのに、でね、伝染性いうことでね、うつるいうことで、やっぱり気ぃつけてね、気ぃつけて見てるんやけどね、早めのね、早急なね、対応が必要やからね、伝染性は、サブクロちゃん、まあ、一瞬でほんまね、なくなるんでね、本当に怖い病気です、ね、ストレスで言われてるけど、まあ、ポンさんも前にも言ってるけど、人間のね、五六なんと一緒で、やっぱりなんか、昔にね、臓器をね、悪くしたような猫たちが死ぬんじゃないかなと。人間でもそうやからね、みんながみんな死んでると思わないんで、ね、うん、どうかわからないんだけど、これはみんな何かわからなかったストレスということで、みんな、終わらしてるんでね。はい、キちゃん、キちゃん、こんな感じです、ね、チュール食べたか。食べたな。ちょっと怒るかなと思うと怖いけどね、この子も。あ、よしよし、うん、まあ緊張してての多分色はしてくれてるから、慣れたらね、またまたまま来た、噛むかもわからんけどね。はい、ママね、ママもね、おしっこばっかり取ってるからね、こなして、ね、濡れてるからお風呂入れてやりたいんやけどね。また去年もね、去年もいつぐらいだったか、5月やったかな、あれお風呂入れて、まあ、またまた第二に連れて行ってね、あそこのお風呂場でお風呂ね入れてあげようかなと。ふわふわになる、なるかね、毛もね、まあ、またお風呂入ろうかね、あのボーンぐらい。はい、みなこ、みなこちゃんもねクールやね、みなこちゃんね、この子目ちょっと固めかな。はい、みおちゃんね、りんちゃん、まあ、昨日ちょっとおろすかになったからね、喋り持ってて。ね。それで、昨日ね、言うてた、外に行けるね、単管パイプって言うてたけどね、結局単管パイプじゃ、コストもかかる中で、立てんでもね、行ける方法をね、大工さんがね、やってくれてね、昨日、まあ、仕上がったけど、まあ、二人昨日来てくれてはってんけど、弟、ね、兄弟で、弟の方がね、熱中症で昼から、ね、来れなくなって、まあ、ほんま熱中症ね、今、昨日も大阪はやばいぐらいのね、暑さで、ポンさんもほんま昨日はもうやばかったっすよね、ほんまに。まあ、運転の仕事だけだったけど、中でね、やっぱ仕分けとかするのにはね、かなりの、まあ、暑い。外やからね、ポンさんのとこ何にもない。ほんまに、もう倒れそうなぐらい暑いからね。まあ皆さんもね、熱中症に気をつけて、水分ね、ちゃんと取ってくださいよ。ポンさんはね、もうしょっちゅう取ってるからね。もう元々汗かきやからね。はい、ランちゃん、ランちゃんも嫌に出てるな、ちょっと、はい、これがララちゃんかな。これで、これがヒラリちゃん、ヒラリちゃんこの子ほんなら、ショーコちゃん、シャーコちゃんどっか行ってるの。あ、これま、チョビちゃんやね、こチョビちゃん、ちょびちゃん、はい、ちょびちゃんね、ちょびちゃんも見ないことよ、みたいな感じですね、ほんまに。あ、これひらりちゃん、あ、これし、あ、これこれ、あれやね、サブコロちゃんっすね。ほな、シャーコちゃんはあれやね、上にいっとんね。はい、マイルね、チョウちゃんによく似たマイルちゃん、これで消えなかったね、もうほんまにチョウちゃんっすね、これね。はい、はい、マロンちゃん、マロンちゃんまた体重測定せなあかんねんけどね、ほんまに。これでね、昨日もう風邪が治ってね、この子キノコちゃん風邪治って出してます。何怒ってんやお前、何怒ってんや。まあこんな感じかな。それではゴミ出しでもしょうがない、これがちゃんと行くね、引っ掛けるね、便所ね、便所でよく使ってたね、鍵ね、こんな感じで。で、北野ちゃんね、
こんな感じかな。シャークちゃんこれやね。これですね、シャーク。あれ、これサブコロちゃんかな。あ、これがサブコロちゃんかな、やっぱり。え、あれシャークちゃん。いや、これがサブコロちゃんね。あ、これサブコロちゃんですね。あれシャークちゃんですね、やっぱり。落ち着いてますね、シャークちゃん。あ、これシャークちゃんね。あ、おう。まあ、こんな感じで。これで、ももちゃんね。ミュウちゃんのあっち行ったんかな。まあ、あの出来上がってね、あの第二のね、ベランダに行ける、ね、あれをちょっと撮らせてもらいます。はい、はい、こんな感じです、ね、上もずっとこんな感じでやってます、ね、下もこんな感じでずっと、ね、これでまた、ね、これ屋根、まあ、まだ今は行けるんやけど、またこれもね張り替えてもらおう。それでここもずっとね、ネット10何メーターのネットコートだから 4×10何メーターこう一面ずっとねネットにしていこうかなと。ここずっとね、まあ、こういうねちょっとしたとこはあのまた塞いでね、自分で手直し、これでねこれで手直ししていきます。残ったサーザイで、ね、それで下もまた濡れたらね塗っていこうかなと。まあ、この穴もね塞いでくるであるから、ね、猫出ることない中でね、こんな感じです。まあ、丈夫やからね、これ全然全然動きもびくともせんから ね、こういう風にずっとやってます。ちょっとここ塗油やった方がいいかな。塗油やったら完璧に水漏れへんかなね。塗油ポンサーのつけようかな。ちょっと塗油向こうにね流すためのね、まあ、完璧かな。でまあちょっと屋根ねできたら、ここらの屋根できたらいいかなと。まあ、こんな感じです。はい、みじちゃんから一言。僕たちの友達が道路で亡くなっていたらシャープ9910に連絡お願いします。